ちゃん。なに、ペイ君。もう夏休み終わっちゃったね。そうだね。今年の夏休み、ペイ君とっても楽しそうだったね。そうそう。この下部屋で聖書のことを楽しく学べたし、キャンプもできたし。あ、でも一つだけ僕忘れちゃってるんだよね。え、もしかしてペイ君。そうそう、僕たちクマの中でも宿題っていうのがあるんだよ。その宿題ね。え、一個もやってないの？うん、一つもやってないからさ。だから今日はこれまでで、僕宿題頑張ってくるわ。いや、ちょっと困るな。じゃあ、うん、このしもべ屋が終わったら、うん、ペイ君の宿題ちょっと見てあげるから、一緒に頑張ろっか。見てくれる、うん、全部やってくれるんだ。いやマリちゃん宿題やってくれるんだ。じゃあ今日もみんな元気にしもべ屋の大冒険スタート。マリちゃん。何？今日もお友達から質問が届いてるよ。それじゃあ見てみよっか。旧約聖書で獅子っていう人の話があったけど、獅子ってどんな人なの？マリちゃん、獅子だってよ。そう、獅子だよ。獅子？うん、獅子16。違うじゃん、恥ずかしい。違うよ。獅子っていうのはイスラエルの人たちのリーダーをした人たちのことなんだ。イスラエルの人たちが神様に従わなくなっちゃって、外の国の人たちが何度もイスラエルを攻めてきたんだよ。それを助けたのがこの獅子っていう人たち？うん、そうだよ。獅子っていう人たちは12人いて、有名なのがギデオンやサムソンだよね。そっか、じゃあその人たちがリーダーっていうことは、獅子っていうのは王様のことなの？うん、王様ではないんだ。神様の言葉を聞いて国を助けたり守ったりしてくれた人のことなんだ。今日はそのギデオンの話を後で聞こうね。うん、みんなで見てみようね。今日の質問は、旧約聖書で獅子っていう人の話があったけど、獅子ってどんな人なの？だったね。獅子は掛け算のことじゃないよ。神様に選ばれてイスラエルの人たちを助けた人。王様じゃないけど、神様の言葉を聞いてイスラエルを守ってくれたんだよ。解決。ペイ君、実はね、うん、イスラエルの人たちのリーダーをしていたヨシュアが死んでから、イスラエルの人たちはまた神様に従わなくなってしまったんだ。え、そうなの？だって神様はさ、10回を教えてくれたし、そして僕たちに分かるように印もくれたし、なんでなんで？そうなんだよね。イスラエルの人たちはついに神様を忘れてしまったんだ。だから神様はミデヤン人っていう人たちに、イスラエルの人たちの持っている畑とか家とかを焼いてしまうようにさせたんだよ。そうなの？じゃあイスラエルの人たち食べれないし寝れないし、生活はどうしちゃうのよ？だからね、イスラエルの人たちは洞窟に隠れて生活するようになっちゃったんだ。なんだかさ、神様がいた頃と全然違うね。ギデオンっていう人がいたんだよ。ギデオンはとっても怖がりで、酒舟の中に隠れてこっそり麦を売っていたんだ。で、そんなギデオンに主の御使いが現れてこう言ったんだよ。勇士よ、主があなたと共におられますってね。ちょっと変じゃない？だってさ、ギデオンさんってさ、
怖がりだったんでしょ。怖がりなのに勇士っておかしくないか。勇士って強い人のことを言うもんね。そうそう、強いことを言うし。そう、でもね、主の御使いは続けてこう言ったんだ。あなたのお父さんが持っている間違った神様の祭壇を壊しなさい。そこに本当の神様の祭壇を作りなさいってね。それでギデオンはその通りにしたんだよ。そうなの？怖がりなのにギデオンは御使いの言う通りにするってすごいね。そうだよね。加えて主の御使いはね、イスラエルの人たちを集めてミディアン人と戦いなさいってギデオンに言ったんだ。そうなの？怖がりなギデオンが。うわ。でもさすがにギデオンも怖くなっちゃって、神様にお祈りしたんだ。神様に従うことができるように印を見せてください。そうなんだ。それってどうなったの？あ、なんか気持ちいい気持ちいい。ちょっと何すんだよマリちゃん。こうやってさ、濡らしたら全部びしょびしょになるでしょ、でもギデオンのお祈りの通り、地面だけは乾いていて、羊の毛皮だけがびちょびちょになってたんだよ。へー、すごいね。神様の印って本当すごいんだね。そう、ギデオンはもう一度神様にお祈りしたんだよ、次は、地面だけ濡れていて羊の毛皮は乾いているようにしてくださいってね。そしたらどうなってたと思う？羊の毛皮は乾いていて、地面だけびちょびちょに濡れてたんだ。それでギデオンは神様が自分と一緒にいてくれるっていうことを信じることができたんだよ。そっか、やっぱ神様は印を与えてくれるんだね。それでイスラエルの人たちは神様のことを思い出していったんだね。僕たちもそのように神様の印を求めていきたいね。そうだね。続きはまた来週。また来週。ペイ君、今日の暗唱聖句はこれだよ。読んでみて。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。詩詩6-12。ありがとう。ギデオンと一緒にいてくださった神様は私たちとも一緒にいてくださるよ。それじゃあみんなで一緒に読んでみよう。読んでみよう。せーの。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。詩詩6:12。今週もこの御言葉を覚えてみんなで元気に頑張ろうね。頑張ろう。マリちゃん、あの時間だよ、賛美の時間だ。今日もみんなで賛美しよう。賛美しよう。今日もみんなで盛り上がっていこう。
りちゃん。何？神様が選ぶ人はいつも強い人ばっかじゃないんだね。そうだね。神様が選ぶ人はいつも神様の力なしには何もすることができない人なんだよ。そうなんだね。不思議だな。ペイ君もこれから聖書のこともっと知っていくと、このことがよく分かってくると思うよ。うん、もっと知っていきたいよ。楽しみだね。そうだ、今日は暗唱聖句大会の締め切りの日だよ。そうだそうだ、みんな送ってくれたかな。僕のところにいっぱい動画やメールが届いてるよ。9月の最後にみんなが送ってくれた動画を発表します。イエーイ、楽しみにしててね。またねー。